すまででお疲れ様今の質問とちょっと関連するんですけども,もうこの今日の結果で、えー、次の挑戦者はこの男だとかょっとやりたいやらせ俺にやらせろ俺なら勝てるみたいな声が多分どんどんこれからも出てくると思うんですけども、はい、そういう状況になっている今の自分みたいなのに関してはどんな気持ちですかうーんまあ それを言うってことは、まあ、みんな勝てるから言うっていうことだと思うんでまあ皆さんの評価が僕の評価が低いのかなっていうのはそれは感じますねはいじゃあ逆に言うともうやりたいと思わせないくらい強くなりたいみたいなそうですねはいそれからあと最後ファンの皆さんについてきてくださいっていう言葉がありましたけどもで、えー どんなチャンピオンになりたいどんな存在になりたいあるいはライジンをこうしていきたいみたいな野望じゃないですけど何かかありますすそうですね、まあ、本当にリングで言った通り、えー、とまり僕がその勇気とか感動を、えー、と試合を通してあの見ている方に体現できたらなって本当それは思いますね。 そしたらこう何かそれを感じ取ってでなんか普段の私生活になんか皆さんがそういう力になったら僕はすごく嬉しいです。だからそういう勇気と感動を与えられるそんなファイターになりたいですね。い